え、なんかそのさ、そのなんかやっぱり中学生ぐらいってみんなませ始めるじゃん。つまりそん時結構小説とか読むの国語がすごい好きで、知らない言葉とかを知ることがすごい好きだったのね。知った言葉はもう使いたいみたいな。で、これね、ちょっと本当にマジで黒歴史なんだけど、なんかもうクラスの男の子たちがそのなんかそのやっぱ思春期だからなんかこうムラムラみたいなことを言ってたの。なんかそのわかんないけど初めて聞いた言葉だったから、あ、これ多分なんかイライラと同じ言葉なんだなって勝手に思って調べずに、で、あの家に帰ってその日なんかすごい嫌なことがあってすごいイライラしてたのね。で母ちゃんの前で普通に、うん、もう今日めっちゃムラムラするって言ってた。おめでとう、こらえてくれ、おめでとう、勝ちです、この人勝ち。あの時のなんかその母ちゃんの顔見て、え、これもしかしてやばいと思って、で、その時母ちゃんも何も言ってこなくて、で、後で調べてもう冷や汗かくっていうね、体験をした。怖すぎるよ。中学生ぐらいってみんなませ始めるじゃん。思春期だからムラムラみたいな。母ちゃんの前でムラムラする、こらえてくれ、おめでとう。その時母ちゃんも何も言ってこなくて、で、後で調べてもう冷や汗かくっていうね、体験をした。怖すぎるよ。